今日乗り込むマシンはですね、サーキット動画特別編、実車の話もしようでもインプレッションしました、クラシックミニでございます。こちらの商品ね、いつ買ったのか忘れましたが、何でもミニ誕生半世紀を記念して、4000台限定で作られたモデルらしくね、私のは3571台目ですよっていうね、カードがご丁寧にも同梱されていたんです。ちなみにローバー時代が40年で幕を閉じた後、 BMW として生まれ変わりまして、全く変わらなかったデザインを大幅にチェンジしてね、現在の形となったと。で、マーク1と呼ばれるこの初代ミニの特徴としまして、フロントグリルの曲線がマーク2以降と比べますと、若干シンプルで穏やかな R を描いていましてね、そして、テールランプがもうね、豆粒みたく小さいのが特徴なんですね。で、あとこの有名な10インチホイールですが、この32分の1のスロットカーのホイールを測りますとね、9ミリくらいあるんですよ。なので32倍すると約288ミリ、で10インチは254ミリなんで、実車にするとほぼ11インチをね履いている計算となってしまうんですよ。スケール感に定評のあるスロットカーの実力としては、あと1ミリねホイールを小さく作るこだわりが欲しかったですね。3 minutes measurement standby okay.Highwatori corner relay vehicle standby okay. Chalmera start. 今ご覧のスロットカー専属パイロットは、先だって実車の、クラシックミニを運転しましたが、もうね、すぐに音を上げて早々に高速から降りてきてしまいました。はい、インジェクション時代の比較的新しい個体であのザマーですから、マーク1なんか乗りこなせるんでしょうかね。今日もエンスト回数が思いやられますがね。コアなクラシックミニ円数の熱い声援がね、プレッシャーにならなければいいのですが、この方々がね、あのミニのインプレッションを見たら発狂すると思います。もうね、カメラをマシンガンに持ち替えて低評価ボタンの弾丸をね連射するでしょうから、
あっという間に心が蜂の巣になるでしょうね。あれ、なんかいつになく集中してますね。コントローラーを持つ手を見てください。固まってますよ。平和鳥が未だエンストゼロの車両を不思議そうに見守る中をね、快調に飛ばします。どうしたことでしょう。止まりません。妙な緊張感がね、サーキット上に漂い始めております。さあ、大友克洋の書くバイクのテールランプさながらに、マーク1の灯す豆電球の光が帯となって、最終コーナーのトンネルを華麗に駆け抜けていきます。何かが違うぞ。ジャッキー・イクスの霊が乗り移ったのかね。いや、失礼しました。彼はまだご健在でした。さあね。パイロットの緊張が迷惑なほど伝わってきますね。熱狂する円数の声援に後押しされてね、いよいよ悲願のノンストップ走破が見えてきてしまいました。しかしそこはネタ動画なんでね、期待通りいつもの爪の甘さを見せつけてくるのでしょうか。Charmeligol. Engine stall zero times. Course out zero times. No fall from the cliff. 40 laps in total. International Automobile Federation official slot car 3-minute endurance race.Set the highest record ever. Achieved non-stop running on the equinoctial week. Congrats. まさか。まさかですよ。まさかね。ここまでガッツポーズが似合わないと思いませんでした。まあ、しかしまあ、今日のカップヌードルの美味しさはね、ひとしおでしょうね。醤油味ではありますがね。ここで、ジャーナリストから彼に勝利者インタビューがありますが、ここは通常ですとナンシーの仕事なのですが、実は彼女は出張中でしてね、彼女はですね、実はケイマンの車検に同行しておりまして、現在ダッシュボードの中におります。よって字幕での質問となりますのでご了承ください。We are ready to interview the exclusive pilot winner, so please come to the event hall.
ここでいいのかな。 First of all, congratulations on perfection. The voice seems to be low, but... そうかい？ミノフスキー粒子でも飛んでるんじゃないのかな。 The owner's heckler was constantly heard mixed with the hot cheers of the classic Mini and Sue.あればかりは何度聞いても慣れる類のものじゃないね。 I was able to confirm that it was a one-shot shot in the video, but is it okay to believe that it has never been taken again? 台所にカップヌードルの空きは今捨てた一つしかないという事実。これが答えです。たかがネタ動画のために一日にいくつもカップヌードルを食うなんて推挙はしないさ。いつも命がけのミッションをキャンセルに強いられてる僕とて命は欲しいですよ。 Until now, there have been many opinions similar to complaints about what happened, but where was the reason for the victory? スロットルガイドさ、君たちに言ってもわからないだろうが、あの手袋を強いられるために微調整が効かないんだ。素人が運転したら3分で10回は谷に落ちるだろうね。だが僕は今日開眼した。腕を固定して君たちに言ってもわからないだろうが、人差し指の第二関節だけにこう一極集中し 0.1 ミリ刻みでエレキの放出量を制御する。例えば最終コーナー入り口だが、君たちに言ってもわからないだろうが、マーク1の場合スロットル回路は 33.3% で突入するのだが、対して平和取りコーナーの突入回路はどうか。君たちに言ってもわからないだろうが 33.4% 上げるんだ。この 0.1% の微調整、言ってしまえば神の領域に今日踏み込めたんだ。この感覚は君たちに言ってもわからないだろうが、塩の一つまみで一粒の重みを感じられるに等しい行為であり、これは決して大げさな比喩ではない。なので僕は今日から料理の腕も飛躍的にステージを上げてしまった。君たちに言ってもわからないだろうが、おそらくは西面堂の親父さんに肩を並べたと言ってもいいだろう。つまりだ、探す味を求める僕の指令を